今回のスピチューブはこちら、懐かしの駅。なんとこちらとっても珍しい駅なんですよね。診療所がある駅。今回はこちら田舎の珍しい駅をご紹介しようかなと思います。ご視聴最後までよろしくお願いいたします。はい、というわけで今日はね、昔の駅シリーズ、奈義駅に行こうかなと思います。これね、あの鳥取県と岡山県の境目にある駅なんですよね。鳥取県側なんですけども、まあ、この奈義町の奈義とかじゃなくて、また字が違うんですよね。鳥取県側の奈義です。ちょっと今日はこちらの駅ご紹介しようかなと思います。これ診療所が中にあるんですね。珍しい駅。というわけで、これ駅舎の中に診療所があるということで、非常にびっくりしましたね。こういう駅があるんですね。はい、というわけで、こちら奈義駅なんですけども、2000年に入ってこの無人駅になったということで、1932年にこちらの駅開業したということです。それでは早速上がっていこうかなと思います。警報器が鳴り始めたら渡らないでくださいと。この診療所がね、駅の中あるので珍しくないですか？僕初めてなんですけどね。いや、いいですね、このなんかまったりした感じ。こっち向こう行ったら、この次の駅が岡山県に入りますね。
な感じになってます。まあ、この駅の周辺のまあものあれなんですけども、まあ凪さんがあって、凪神社とか、こちらの駅なんですけども、 JR 印美線というわけで、こちら津山から行くことができる駅なんですよね。いや、非常に時間がゆっくりと流れるような駅かなと思います。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。はい、という感じで今日は診療所のある凪駅にお邪魔してきました。こちらね、定期的に診療がなされているということで、時間帯もお昼のほんのわずかな時間ということで、まあ、基本的には内科をね中心に見てるということになっております。とってもね素敵な駅舎かなと思いますね。まあ、これからもずっとこんな感じのね駅舎であってもらいたいなと思いますね。この街あるあるの駅でした。というわけでまたお願いします。ありがとうございました。裏番スピチューブ始めました。こちらでは上げにくい動画、短い動画などはこちらで公開しております。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。